おはようございます、こんにちは、こんばんは。いつもアルポロチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。アルポロチャンネル管理人のピロです。今回はですね、ノーザンバラムーニーのね、アロヘイ君の身体測定をやろうと思います。ですね、このアロヘイ君がね、うちに来てからだいたい今2ヶ月になるのかな。はい、でまあだいたいそんぐらい経ったので、1回ね、あのアクアリウム系動画定番のね、身体測定を今回はやっていこうと思います。はい、果たして何センチかな、アロヘイ君で。とりあえずまあこの画像をまあ見てほしいんですけど、はい、ドン。こちらがですね、初めの頃のアロヘイ君ですね。はい、この子ヤフオクで買いまして、値段がね1万8000円かな。はい、もうね、もう当時ノーザンバラムンディが見つからず、もう競りに競ってね、はい、なんとか落としました。で、初めの頃はね、すごいもう純白のね、ほんとプラチナボディみたいな感じだったんですけど、うん、砂を引いてバックスクリーンをね配置して飼育したらですね、はい、ご覧の通り、もうハイパーメタリックなね、ボディに今はなっております。はい、単純に色落ちしたんですかね。はい、おそらくまあ、しっぷみしの方はね、そんなに多分こんな環境で飼育せずに、おそらくまあ、ベアタンクで飼育したと思うんですけど、はい、初めの頃はね、すごい神々しくて、うわ、すげえなと思ったんですけど、はい、でも今のね、感じも、自分としてはもう大満足なんで、はい、まあ、どっちにしてもまあ、アロヘイ君最高ということで、早速、ね、身体測定をやっていきます。やっていくんですけど、何センチだお前、これ、測れっかな。ちょっと待って、わからん。測りづれえな。どうしよう、一回出そうかな。どうしよっかな、測りづれえな。アロヘイ来い。チャンス。おい、暴れんなよ。どうした、参ったな。一回出しますか。測れねえよね。ああ。無理だな。一回ね、ちょっと出します、ちょっと。はい。ちょっとこれ捕まえられっかな。めっちゃ暴れそうだな。ちょっと待て。ね、逃げんなよ。逃げんなよ。無理だろこれ。ああ、どうすっかな。捕まえられない。傷つけんのもな、あれだよな。お前めっちゃ怯えてんじゃねえかお前。逃げんのうまいなお前。どうしよう、ちょっとね、こうやってちょっと待ってますわ、トーンの。はい、アロヘイ来い。来ねえか、厳しいな。どう、ほら通れ。奥旋回してんだけど。どうした、手前に来い、手前に。おっ、来た。
来ねえかな。たまに来い、たまに来い。あの辺こっち来るんだ、ほら。お前警戒してんの。結構凶暴だけど臆病っすよね。何センチだろう、わかんねえな。わからんのよな。わからん。くそ、アロヘ無理だな。よし、はい、というわけでね、今回の動画はアクアリウム初心者がね、大型魚の測定をやってみた失敗編ということで。もう全然取れねえよ、うまく。なんだこれ、アロヘ。ちょっとお前おとなしくしてくれよ。はい、ぜひともね、ちょっと大型魚のね、サイズ測りに自信がある方はね、一報ください。測れません、うまく。やっぱこう無理くりこう捕まえて測るもんすかね。あ、もう怯えすぎだろお前。あんな凶暴なくせしてさ。はい、ちょっとぜひとも一報ください。ちょっとプロの方、大型魚の測定に自信がある方、またはいい方法を知っている方はぜひとも一報ください。ではこの辺で今回は See you!